ジェームズ・ジーザス・アングルトンは、アメリカ合衆国の情報機関である、中央情報局の工作官、防衛用担当副次官を歴任した。1954年から1975年まで、CIA で防衛用部長を務めた。大幹事の正式な職名は、防衛用担当副次官。CIA 長官を務めたリチャード・ヘルムズは、アングルトンについて、当時、ジムは、 西側諸国のカウンターインテリジェンスを代表する人物だったと語っている。アングルトンはアイダホ州ボイシでジェームズ・ヒューとカーマン・マーセデスの間に生まれた。ジェームズはアメリカ陸軍のジョンパー・シング将軍が率いた部隊の騎兵としてメキシコに駐在してた際にカーマンと出会った。ジェームズは後に NCR のイタリアにおけるフランチャイズを買い取り、 米国商工会議所の回答も務めた。アングルトンは幼少期をイタリアのミラノで過ごした。イングランドのパブリックスクールを経てアメリカへ戻り1937年にイエール大学に進学した。学部生時代にアングルトンは施策に興味を持ち、リード・ビットモアと文明し、フリオーソーを創刊し、編集を務めた。1953年まで続いた。 この雑誌は当時流行していた小規模な同人的雑誌であるリトルマガジンズの代表として成功を収めエズラ・パウンドやウィリアム・カルロス・ウィリアムズ、E.E.、E. カミングズからの投稿も掲載されていた。アングルトンは T.S. エリオットやウィリアム・エンプソンとも文通していた。大学では当時確立された文芸批評の手法であるニュークリティシズムのトレーニングを受けた。 アメリカ研究家を設立したノーマン・ホームズ・ピアソンもアングルトンの師だった。1941年にイエール大学文学部英文化を卒業し、ハーバードロースクールを経て、1943年3月にアメリカ陸軍に入隊。1943年7月にアリゾナ州通村出身のバッサー大学卒業生、シセリー・ド・ウォルトと結婚した。 1943年12月から OSS ロンドン支局に駐在し X-2 防具用部長のピアソンの下で働いた。この期間にキム・フィルビーと知り合っている。アングルトンは1944年2月に X-2 のイタリア担当官になる。1944年10月からローマ支局に駐在。イタリアでドイツの無線を傍受し、 ウルトラ情報を扱う防具用ユニット Z のリーダーとなった。戦後もローマに残って他国の情報機関との関係を深め、1948年のイタリア総選挙ではキリスト教民主党を支援してイタリア共産党の勢力拡大を食い止めた。イタリアのマフィアやファシスト、バチカン市国を巻き込んだ反共産主義活動の成功はアメリカ本国で CIA が設立されるきっかけの一つとなった。ワシントン DC へ戻ったアングルトンは OSS の後継組織を経て CIA へ入局した。1949年5月に彼は特殊作戦部スタッフ A のトップに任じられ、国外情報の収集と他国の情報機関との連絡にあたることになった。1951年からはイスラエルのモサッやシンベトとの関係が始まり、 彼のキャリアを通して続くイスラエルとの関係が始まった。アングルトンは新しく創設されたばかりの CIA の組織づくりに貢献する一方で、フランク・ガーディナー・ウィズナーがアルバニアやポーランドで行った共産主義政権の転覆工作にも関与した。イギリスの情報機関とは親密な関係を築き、秘密情報部のワシントン駐在部長であったキム、 フィルビーとは頻繁に会合した。フィルビーの回想録にも名前が登場し、週1回は昼食を共にしていたという。1951年にフィルビーの同僚である、イギリスのガイバージェスとドナルド・マクリーンがソビエト連邦に亡命した。ベノナ情報からソビエト連邦情報機関の協力者である可能性が浮上したフィルビーは魅力を解雇された。1954年に、 CIA 長官のアランダレスは、アングルトンを防御用部長に任命した。他国情報機関との連絡役も引き続いて、アングルトンに任された。イスラエル情報機関との関係は特に有益で、東側諸国からイスラエルに亡命した、ユダヤ人から得る情報や、第三国での活動への協力などを得ることができた。 ニキータ・フルシチョフが1955年に行ったスターリン批判演説についてもその原稿をイスラエルから提供されている。ローマ駐在の経験からイタリアでの情報網もアングルトンの強みであり、さらに東南アジアやカリブ海諸国の秘密警察の設立に関与していた。また、国内での作戦にも関与しており、アメリカ共産党書記長のジェイラブストーンを中心と、 する情報網を通して国内はもとより世界的に労働組合の反響化を進め国際自由労働組合総連盟が結成された。さらにアングルトンはリンドン・ウィー・ジョンソン大統領の命を受けてアメリカ国内における情報収集活動であるカオス作戦を立案しベトナム戦争への反戦運動や市民運動へのソ連スパイの関与を調査した。国際郵便や 電報のチェックなど法律に違反する行為も行われており、現在では、それらの平和運動の中には、ソ連の影響下にあったものもあるが、資金提供を受けていた例はなかったとされている。そもそも、CIA を設立した1947年国家安全保障法の明文規定で、CIA は、防衛用目的であっても、国内スパイ活動は禁止されていたため、 カオス作戦は違法行為であり、作戦の内部文書でも違法であることが明記されていた。アングルトンの名声を高めたのは、西側諸国の情報機関に存在するソ連の協力者を解明する仕事で、その任務は、モグラ狩りと呼ばれていた。アングルトンは、信仰があったフィルビーライギリス情報機関の幹部がソ連の協力者であったことにショックを受け、西側諸国の情報機関には、 ソ連の協力者が存在すると仮定し対策を取るべきだとの持論に取り憑かれるようになった。KGB からの亡命者であるアナトーリー・ゴリツンの尋問によりアングルトンの懸念はさらに深まった。ゴリツンはイギリス労働党党首で首相を務めたハロルド・ウィルソンがソ連の協力者であると名指ししたり、ケネリィ大統領暗殺事件はソ連が関与していると主張していたが、今日では その供述の信頼性には問題があるとされている。ゴリチンは亡命者としての存在価値を高めるために、KGB の能力を誇張する供述を繰り返したが、アングルトンはゴリチンの供述を信じ切ってしまい、CIA には大量のソ連協力者が存在し、彼らによって CIA が KGB に操作されていると確信するようになった。 アングルトンは1960年代から70年代にかけて様々な外国の首脳がソ連のスパイであるとの主張を繰り返した。王立カナダキバ警察はアングルトンからレスター・ビー・ピアソン首相とその後継者ピエール・トルドー首相はソ連のスパイだと連絡を受けた。アングルトンからの圧力を受け1964年に王立カナダキバ警察は ピアソンの側近でカナダの中祖大使を務めたジョン・ワートキンスをスパイ容疑で任意拘束した。ワートキンスは王立カナダ騎馬警察と CIA の合同チームによってホテルで尋問されていた最中に倒れ死亡した。アングルトンにスパイ容疑をかけられた首脳としてはスウェーデン首相のオロフ・パルメや西ドイツ首相のビリー・ブラントなどがいる。アングルトンの活動を 皮肉混じりに批判したヘンリー・キッシンジャーも1970年代前半にアメリカと中国との関係正常化を進めたのはソ連の影響下にあったからだと告発された。1973年に CIA 長官となったウィリアム・コルビーはアングルトンの妄想は行き過ぎであると懸念ししていた。コルビーはアングルトンからイスラエルとの連絡役を任務を取り上げた。 1974年12月にジャーナリストのシーモア・ハーシュがコルビーとのインタビューにおいてアングルトンが主導した CIA の国内作戦を暴露するつもりだというとコルビーはアングルトンに対して辞職を求めた。ハーシュによる記事は同月にニューヨークタイムズの一面に掲載され大反響を呼んだ。1947年国家安全保障法には国内における 情報収集活動をしてはならないと明記されており CIA の作戦は違法であった。アングルトンの名前は CIA の秘密作戦を調査するチャーチ委員会が議会で設置された後に一般に知られるようになった。アングルトンの辞職は1975年のクリスマスイブに発表された。アングルトンの部下3人も自発的な退職を強制された。 CIA 防衛用部のスタッフは300人から80人に削減された。アングルトンは辞職後にコルビーやハーシュを批判し、コルビーについては KGB のスパイだと急断し、ハーシュには彼の本の出版によって妻が家を出て離婚したと主張した。アングルトンには1975年にディスティングイッシュとインテリジェンスメダルが贈られた。陰謀メータ、完全に正規を失った。 異常な、不可解なを意味する形容詞の造語、アングルトニアンは彼の名前に由来している。アングルトンの奇妙な生涯については大量の研究書や電気で触れられている。フィクション作品でアングルトンをモデルとするものも多い。2006年にロバート・デ・ニーロが監督した映画グッド・シェパードの主人公、エドワード・ウィルソンのモデルとなっている。 abcd e ザジェームズアングルトンフェノメノンアーカイブド2014年8月11日アットウェブサイト cia マールレイゴ2010シシリー・アングルトンハット・セイマー・ハーシュザ・メンフオント・ヒム・カミーテッドサロン・ドット・コムフェブラリー28 2011アングルトン S. C シークレット・ポリスニューヨーク・タイムズジューン26 2007ハット・パースペクティブ・オン・ザ ジュエルズ・フロム・ザ・ CIA、エスチーフ・ヒストリアン、ニューヨーク・タイムズ、ジューン27、2007、CIA 検証というのは、この法律により、CIA が設立された条項を指している。レイ・ロッカ、レイモンド・ C ・ロッカ、スコット・ミラー、ビル・フット、ウィルム・ジェイ・フット、キム・フィルビーが書いたとされる辞典に、CIA 職員アングルトンの名前があるため、彼の正体は知られていた。ザ グッドシェパード、マットデーモン、ロンドンネット、22センバー2007。ありがとうございます。